さあ一番筐体始まったようですね。いやー、川又対紫ベラ、これは楽しみですね。これ負けたら終わりだからね。まだそうですね。のび太さん、永田さん、ぬるこばさん、誰か来てください。これは楽しみ。トカゲ版リズさんからウーロン茶3つ来てます。あ、この組み合わせも相当も頑張ります。いや、まあやっぱ龍なんですけどみたいなね。まあ、ベガは頑張ってね、うん、先ほどラインありがとうございました。次もあるんで頑張ります。投げて、いや、ここまで勝利を置く。よくあるさ。ああ、2台ヒットしなかったのはちょっとラッキーだね。隠れましたね。はい、インセクトラッキーさんから運営側、若松さん、吉高さん、松田さん、吉木さんにウーロ、コーラ4つ入っております。あ、すいません、吉木ですね。いただきます。ありがとうございます。 ありがとうございます。はい、ちょっと若松さんいないんですけど、僕、俺一緒にいただきます。これは見てから。いや、リスク少ないね。8コマ。さあ、ほぼ完璧と言っていいベガ戦だからさ、まだ全然あるぞ。あ、すいません。投げて。ありがとうございます。投げた見せないで。いや、今粘ったね。うん、粘りました。いや、紫君全然あそこからいけるプレイヤーなんですよね。あ、おっと、投げたのベガ。M ツンさん、TMF さん、永田さん。怪しい。それからこれはどうだ、まだ分からない。ガヤシャガズヒンだ。黒いワンさん、M2 さん、アババさん、勝利を置く。ガエワさんかな。ガード硬い。あ、違うわ。ごめん、黒いワンさん、ガードした。すごいな。よくあるしてるな。あ、見てた顔してるね。見てないのは永田さんだ。永田さんがあるよ。永田さんと TMF さんがあるよ。うおー、見てから。これはヘッド、ね、どうだ、まだ逃げるよね。残り6秒なんで。いやー、減らず、ランプ大キック。うわ、よく粘ったな今のはな。よく、しかも出ましたね今ナイトメアね。まあ半読みもあるんだろうけど、よくナイトメア出ましたね今。まあ見てからだよね、完全ね。完全に見てからですね。手振ってる。いやー、すごいな。あ、インセクトラッキーさん、ありがとうございます。で、出てくんのは焼き鳥。なぜか焼き鳥。チュンリーじゃないんかい。チュンリー大将で行くんですね。まあ、なんかこれはヒデハスなりの作戦があるんでしょう。まあ、ブランカがいるからな。どうなんだろうな、ガイルとブランカ。ちなみに S ホークなら全然ブランカ行けますからね。行ける、むしろベガが一番面倒くさいじゃないの。そうです、そうです。届かず。ボタン離してんな。ここは難しいぞ。いやー、回した上しかなかったんだけどね。ナイトメア出ず。いや、確かね、この2人も結構因縁あるんですよね。あ、結構大事なところで戦ってます。さあ、ゲーム画面お願いします。お茶さんからウーロン茶。ゲーム画面お願いします。ありがとうございます。さきちゃん、ウーロン茶ありがとうございます。バックジャンプ。これでもうウーロン茶2杯目ですね。あれ、あら、しかしリード取りました。ありがとうございます。リードは取って、もうしばらく飲み物を封じすることはないですね。ありがとうございます。いやー、難しいからね。そんなに簡単にホルホル削れるような技がないんで、溜めないといけないからね。溜めるってことはしゃがむってことだから。そうね。しかも溜めないの見てコンドルとかできますからね。そう、あれで。あ、今のは大キック。いい大キック。うお、マジかよ。いや、追いついたと思ったんだけど、これ出す、これやるしかない。さあ、高い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 。あーた、これ結構いっていい。まだわからない。あー、死なず。あれ、死ぬと思ったか。焼き鳥死ぬと思ったな。さあ、当然ブランカが行くでしょうが、ね、あれですよ、さっきも言ったようにエースホークは全然行けます。全然行けるよね。全然行けます。 X は相当厳しいですけど、ダイパンと中足が強いのかな。中足、
つかなんか井上兄貴はそもそもは X も全然いけるよとか、いけないと思うけど俺もいけないと思います。マジか。そうか、ボディープレスは強いんだよな。ボディープレスですね。あ、そっしっかりガード、まあ、ブランカもこれ削るのもね命がけだからね。さあもうあとガードしなきゃいいんじゃないかこれいやこれはそれガードしてるだけでいいんじゃないこれ。あおお、いや硬いな2人とも。ちょマジか、落ちねえのかよあれ。あ、マッツン、おぼられくん入ってるから。あー、やっちまったかこれは。あれ減ると思わなかったよな。むしろよく食べ物ましたね今ね。むしろコンドル、うん、トマホークコンドルでなんか減ると思ったんだけど。黒髪、あ、ルナさんからコーラが一つと、インセクトラッキーさんからコーラが一つ。中村さん結構うまく立ち回ってんな。マウントですね、持ってるよね。あー、ルナか。これどれ、コーラ、これインセクトラッキーさん、俺面識ねえんだけど。一生打ってる。メダイマー、並木のルナと、あとインセクトラッキーさん、ありがとうございます。コーラいただきます。おいしい。これってヒデハウスが大将、ヒデ大将、中村さんが中堅ということで、ね、2人目ですね。はい、残ってる、おもられくんは、黒いワンさんとビンさんと BMF さん、いらしたらこちらまでお願いします。これヒデこういう組み合わせうまいんじゃない。そうですね、彼はきっちり立ち回る系の、ね、うん、がうまいのと、あとまあ流線もうまいですね。なんかすげえやってるみたいで。あー、コンボ制度の話だ。チュンリブランカはブランカ、ブランカよりチームにウーロン茶入ってますね。いたらこちらまで。おー、ゲインが入るんだ。大パンで負けるよ ね、 ね、読み合いか。そしてヒデは飛行圏が早いので、はいね、かなり難しいです。おっと、いやこれはまずいんじゃないか。あー、噛んで、いやピュールイはない。高津さんからウーロン茶入っております。チームメイト、いやちょっときついぞこれ。いくらチュンリがついとはいえ、高津くん何回もありがとう。戦列を当てたいところ、ちょっと対抗失敗してかっこいいとこめっちゃごめんね。ちょっとずつ歩いてるね。ちょっとずつ画面端も、わー、裏切ってきた、裏切ってきた。あー、ちょい待ち、噛みつきで頑張ります。勝ったのは増税前の説だ。とりあえず抜けは確定だな。高津ありがとう、面目ない。あのめちゃくちゃ緊張しますで、ガムシャラと週刊連載が配信だな。携帯かな、ガムジャパとスマホの、はい、ちょっとスマホの落とし物、ありますので、はい、実況席に、行って預かっておきます、はい。スマホの落とし物あるそうなんで、実況席に、スマホをなくしたという人いたらこんな感じの来てください。おごられあと5分だからもう終わりかな、スマホのね落とし物ありますよ、おごられあと5分、心当たりがある方はね実況席まで来てください。運営呼び出しできてる、一番兄弟、一番兄弟、マオチームと、マオチーム、マオチーム一番、あとガムジャパ、ガムジャパ、あとなんかついでに言うと今日サングラスオルトさんが忘れたらしいんで、サングラスもしあったら、はい、オルトさんのものだということで。じゃあ、スーピー側2代目が映ったね、2代目の方を実況しますか。これ、ね、ブンチンフェイロンと鈴木ザンギー、ザンギーで1人目が白が負けたっぽいね。大志うまい、そうなんですよ、うまい。鈴木さん相当フェロン戦うまいので、だがやってしまったか。いや落ちされても落ちされてもレックで1回入れば半分減るんだぞとおバニッシングある、あバニッシング立つ。いやこれまだでも全然いけるよな。そう削って、おお、さすがに。大パン大パン
3発当たって置き攻め、逃げる中キック、逃げ中キックいいっすね。これは完全にフェイロンペース。いやこれは冷たい、冷たい立ち回り。ザンギどうすんの、冷たい立ち回り。いやこれは完全に紛れがないように、これ2人目、2人目、お互い2人目、2号2か大将、文鎮は2人目、2人目、2対3。あ、じゃあ白が1人目勝ってで、グッチーに勝ってで、ザンギが勝ってみたいな感じか。じゃあモミオが残ってんだのか。じゃあ割とホワイト企業は有利ですねと言いつつも、沼バイソンがもう半分以上ない。若手が頑張ってんな。いや白ファミリー強いんだけど。強いですね。クスモンドさん、永田さん、大金くん入ってます。投げて投げて、この投げない。どうだ、ちょっと分鎮がホイホイ。さあ沼さん、昔完璧なフェイロン戦ができていたが、もうやってない。ちょっと忘れてるか、これさすがに忘れてましたね。モンドさんに、鷹の爪さんからウーロン茶入っております。こっち映ってる鷹の爪さん、見てますか、ありがとうございます。次おそらく試合なんで応援してください、お願いします。1番お願いします。スイッチャーの人1番お願いします。はい、のじあい対兄弟トラブルなんて誰か対応できますか。これはベガ側が1人抜いてる感じですね。トーコンさんが2人目で、あ、カワシムが自分のことは西尾さんのベガが1つで1人抜いてる感じです。カワシムさんが負けたか、ベガに、はい、出して、いやでも闘魂が強い。この中で私も昨日、東大戦で負けた気がします。マジか、はい、やっぱ新しいプレイヤーいるんだね。いますね、本当。投げて2回投げたけどあんま減らねえな。まあチュンリの投げ最初は減らないからね、まあ、この組み合わせは結構やってるはずなんで闘魂さん負けられないですよね。投げて1回戦も確かあれ、トモザに勝ったんだよね。はい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 、はい、あ、ベガ戦だよね。だから溜まって、溜まるとベガの方がちょっと立ち回り強くなるのかな。前飛びができなくなるからね。投げて投げて、おお、いい投げだな。やっぱもうベガが勝つにやっぱもう無理やり投げに行って、そのそう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 、順にまた出させてみたいな感じですね。わかるわかる。おーあーっと、しっかり読んだ、しかも最後出た。よく溜めたな。よく溜めましたね、今ギリギリ。おっとおっと、まあでも溜まったから出たんだろうね。すごいですよね、よく今最後出ましたね、今。出ちゃやばい、出ちゃやばい、出ちゃやばい、やばい、出ちゃやばい。初衝撃中足最後出んのか。ま、間に、でも壊し壊し中足ダブル2は間に合うからどうなんだろうね、ギリギリなのかな。あ、出たってことはで、ミルキーが3人目。え、てかこのマオチーム結構、いや結構いいチーム。マオ以外が、マオ以外が割とまあまあ最終的にね、マオは締めてるから。じゃあすいません、店内混んできたんで、ね、なるべく前の方詰めてください。で、テープが入ってるところはあのスタッフの運営動線になっておりますので、なるべく前の方詰めてください、申し訳ありません。あ、これ3人抜きあるぞ。あとステージ上の選手はですね、チームメンバーを、お、中盤で返す、お願いします。いや、すげえな、完璧じゃん。この辺は上手くない、うまい。いや、そこはね、真央さんの場、そこは真央さんの場でしちゃいけないですよね。ちょっとまた不都合出たみたいな、悪いとこ、そういうとこは真央さんの場でしちゃうね。まあまあ、勝った後だとね。まだ途中だから、これ。さすがにミルキーさんもね、上手いですよ、最近。あの同キャラ上手かったですよね、さっき。いやでも完璧じゃなかった。また電源落ちたそうなんで対応お願いします。熱暴走うまっ。今度はミルキーがやり返す感じ、投げて通勤投げましたね、ダブルに、あのナイトメアあるのに。おお、よく反応した。いい反応、反応いいんだよな。いや、ミルキー強いんですよね。うん、一つだね、うん、メンタルは強い気がする。
まあ、ベガワはベッター強くないとやってらんないキャラですよね。確かに無敵技がないんで、一回転ぶとそのままやられるっていうパターンが多いと思うんで、まあ、上りチューパーが強いな見てると。おっと、なんかバーチャファイター勢ですかね、あれはね。バーチャファイター勢ですね、はね、やっぱね、バーチャ勢が一番大会を楽しんでますよね。間違いない、間違いない本当に、まあ、ここまで残れたってのもね、でかいしね。いや、やっぱゴリラ影助、ゲームセンター嵐っていうか、50秒何も起こってないんだけど、何も起きてないですね。だから、見抜きゲージすら溜まってないんだけど大丈夫これ。おお、あ、これはおお2段、これはもうミルキー側はあまり無理しなくていいんだ。相当有利ですね。まあ投げにもいかないよね。中盤がうまい。あ、これはナイトメア溜まって、あ、こう1ちょっと、あ、食らったけどまだセーフティーリード。投げて投げて間に合わんな、ね、受け身取っとけばっていう。立ち台キックでもさすがに減らねえもんな、あそこはな。バージョンでの試合が見たいっていうリクエストもあるんですが、ちょっとね、流れもあるんでね。大将対2人目、これは江戸さんのチュンリーか。おお、これしっかり出したな、引き付けで。今のはなんかスカるような感じのタイミングだったんですが、間合い的にバードキック、まあ、しっかりとね、ゲージも溜めてて、おお、早い、前飛びするでしょという。まあ確かに、いや、いい飛びでしたね、今。うん、あ、今のは戦列待ちかな。あ、一応ラッキー。結構ミルキーあれですよね、うん、あのヒットアンドエアがしかっちりしてますよね。ね、姫さんからメロンソーダと、リュウシロベガさんから生ビール来ております。すいません、ちょっと紙物言ってたんですけど、鷹の爪さん、さすがに緑のドリンクありがとうございます。リュウさん、いつもお店でありがとうございます。あ、この粉もです、すいません、ありがとうございます。投げる、かなりこの待つ時と攻める時のね、この格差が、ヒットアンドウェイが相当しっかりしてますよ。時間いっぱいいっぱいね、使い切るこの立ち回りが。おー、逆に出た、これはアンラッキー。ゲンデ、さあ、ナイトメイクあるんで来れないだろって感じですね。あとは削りさえやっちまえば。あー、今の振り付けでよかったんでは。ゲンキックミスったかな、ね、あ、かもしれないですね。立ち台キックは振らなく、振るようなあのシチュエーションでなかったんで、出てくるの真央か。なんだかんだ言って大将出てきますね。まあ、ベガ戦も難しい方だよね、バルログ使ってると。まあ、そうですね、多分ね、あの、まず最初にベガ DJ の選択をしなきゃいけないでしょうね。有利だと思うんだけど、ブロック決勝ではない、ブロック準決勝ですね、今ね。まだまだまだ、これ時間的に大丈夫かな。まあ、一発勝負だから2台でやればいけるのかな。じゃあ、スズメ、ダイヤスパンを置いてる。ちょっとなんか、今 ARG さんみたいな攻めでしたね、今ね。まあ、そこら辺もしっかりちゃんとできるようになってるでしょ。投げはさすがにうまい。いろいろ知ってんな、いろいろ知ってんな、やっぱね、知ってるっすよ、このバルドグは。そうなんね、細かいテクニックはね、あの、まあ、知ってるだけだとね、とっさに出ないのに、引き出しがやっぱ多い。多いっすね、その最適解をしてくる。ちょっと褒めすぎ。まあ、でもやっぱちょっと攻めっ気が強いのは本人のあれですよね。ああ、まあ、それはいいんじゃない、いい方に出てるよね。サメしっかりやってんな、リーチ。しかし褒めたらこうやって負けてしまいました。まあ、リーチ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 、悪いとこ出たね。まあ、1回目出る分には、ね、すごい、なんか我々上から目線ですけど。そう、お互い負けてるっていうね。まあ、吉尾さん活躍したからね、投げて、はい、今の投げは結構リスキーだ、ね、対応した。いや、今の、まあ、来るだろっていう、あー、1、まあ、転ばして、
あーこれは入っちゃってこれは入ってしまう。置き攻めはゴロか、削れば十分。いや超減った、いい加減にしろ。これはハイクロス、おお手前落ち、しっかりと。いやこれはちょっとすごいですね、バルログでさらにうまさも見せてきましたね。バオさん、オラレ君入ってるんでここお願いします。これ2番に変えれます、ちょっと忙しいですけど。そうですね、すいません、2番に変えていただき、あ、はい、取りました。今これは3人目、嵐が、セオチュンリー、あ、セオチュンリーが3人抜きか。アンドレさんからコロナ入っておりますだよね、多分。さあ、さっきも言ったけど、嵐さんはありがとう、今見とったよな、今見とったよな、活躍しとるで、これ優勝目指して頑張りますんで、応援これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。黄色いチュンリが先方で2人抜き、これは決まりそうだな。ゲン、うわっ、ダッシュも強いな。うわー、なるほど。いや今のテンションを出すのはちょっとやっぱ強いプレーヤーって感じしましたね。じゃあまた1ブロックに変えてもらうというね、ちょっと忙しいですけど、すみません忙しいですがよろしくお願いします。泣きの龍太郎対武装先生かな、オペマイと、オペマイバルログ対中野爪さん、ありがとうございます。スモンドホンダ、ね、緑残業を経過した稽古した成果を存分に発揮して、そうですね、後ろ下がってショーパン打つだけですね。ありがとうございます。これはもうどっちか負けたら終わりだもんな。武装先生もねちょっとね視線を今くぐったんでね、際で頑張ったんで、こういうのを際で頑張った場合って結構そのままいっちゃうパターンがあるんですよね。ギャラリーの方は前に詰めていただけると助かります。相手のところどんどん前に詰めてやってください。まあ、今のところ本命は落ちてない感じ。あ、そうですね、本命は落ちてないよね、うん、ピロシぐらいかな、うん、リードしてんのはバルログ、バックジャンプ、バルログですか、バルログホンダじゃないですか、どうだろう、同じに見えるパッと見バルログに見えたんだけど、これ多分左から見てるとか右から見てるとか関係ありそうだよね。さあこれはどうでしょう、逃げ切るつもりでしょうか、これいいのかな。クス真面目だからなんか当てに行きそう、行かない、え、ね、本当だよね、本当だよね、本当だよね、本当だ、本当だ、あ、俺バルログって言った、そうそうそう、あ、すいませんでしたこれはちょっと今ユリッチの再来を今見たんでしょうか。いや今のは難しかったよ。え、いや本当でしょ今の、そうかそうか目が悪かった、腐ってたわ。シノホンダさんオラレク入ってます。まあでもオペ前はあれ多分リードしてたと思ったから、そうですね、ありがとうございます、おいしくいただきます、ありがとうございます。いや完璧だな、完璧ですね、うわうまい、完璧だ、ああ完璧、手出しちゃった、完璧な本田さんが来ました。タチダイパンが化けたね、親の総取りに。いやこれ本田がやっぱバルロを攻めさせてカウンター取るっていうのが理想なんだけど、うん、いやー厳しい、いやーっと今のはこの2ヒット痛いな、体育も出る、まあスライディングはね、したためながら移動できるんでね、コパンで返したけど時すでに押しだな、いやー痛い、ちょっと痛い、いやーしっかりキャンペーン、手前がしっかり立ち回りしてましたね。でザンギとブランカだとブランカか、やっぱりまあブランカでしょうね、やっぱり。でもなこれ田村さんの昔の動画とか見てるとほとんどバルログ勝ってますよね。え、ほとんどバルログ勝ってますよね。まあ印象強いけど、でもやっぱ最近はやっぱりどうしてもっていう、まあ、最近はね、そうですね、だからすごい昔はやっぱり攻略 90年代の動画とか見てると、わかるわかる、なんかすごい無理やり当てに行ってねなんかすごい勝ってますよね爪にダブラリとかね、ダブラリやんなっちゃったらあのパイ投げるよみたいなえ、おおすげえ、あれでめくり返すんだ、超減らねえけど、すげえな、全然減らってよく受け取りましたね今ね、ねブランカ、まあ、ボタンを連打してたのかな、今の投げはえぐいな、
か、チズメ。松ブランカも相当いい動きするブランカなんですよね。いや、そうなんですよね。久しぶりですよね、松ブランカみんな、ね、東京はあまり来ないイメージが、うん、あー、これ積んだバックステなーしかね、バックステしてもっていう、はい、ローリングでもああいう位置でしょ。小手前さんは結構ブランカ戦やっぱ定評あるって言って、なるほど、うん、おっ、いい暴れ、いい暴れ、いやー、あー、逃げられた。なるほど、そういう逃げ方。さあ、いい髪。さあ、これでリード取った。連携がな、おお、継続した。うまい。おお、おお、最後はローリング。まっすぐいったね。あと1本は遠いんだよな。もう垂直ジャンプ。しかし、垂直ジャンプ彼使いますね。ね、あ、噛んで、これはいいんでは？いいんでは？ブランカいいんじゃない？セーフティーリード。あとは守りきるだけ、残り70秒。あ、手前打ちうまいですね、今の。あえて中じゃなく、おー、飛んでいる。今のはテラ誘った。そうですね、テラ誘いみたいな。多分スライディングもギリギリガードできそうな感じは。うまい。おー、ここで飛び越し投げ。攻めないと思わせといてね。お得意株奪ってきましたね。え、次はでも残ってんの竜とエスタカなんだけど、竜行くのか、あれ。あ、竜が行くんだ、まあ、竜でしょうね、あとね、ここは。まあ、後藤君も相当ブランカ戦はうまいし、 1P、2P 両方とも出る勝利権が、ね、出るイメージがあるから隙がないよね。まあ泣きの龍太郎チームはやっぱりキャラ的に厳しいですね、どうしても。うん、やはりね、ホンダ短期ブランカ、おお、やる気が感じられる。もう早めにリードしたいとどうしようもないっていう、どうしようもないですからね、この組み合わせは。いや、強気の波動拳が怖い。だって開幕3段決めてもブランカ攻めないといけないですもんね。いや、これは悪くないんだよ。画面端、うまい、うまいな。ダイヤシ、あのダイヤシ決められるとな。そうなんですよね、ちょっと厳しいな。お、今の、おお、すげえ。今の伸びるの後のダイヤシもすごくなかった。すごかったですけど。けどその後もちゃんと用意してるっていう。ちゃんと用意してるっていうのはすごいですね。先の先、あ、2回目とる。やる気が感じられる。ちょっとね、ずらしてっていうのはね、うん、これ勢いはありますよ。松ブランカがちょっとやります。すごいですね。もう少し前お願いします。すいません。噛んで、あ、もう一品噛みってさすがにダイヤシ置いてあった。ただこれ取り返すの相当。難しいんでは。いや、まだ60あるんで。ああ、大勝利だった。60あるんで全然波動打って飛ばされたな。マイクすれば。あ、本当に。あ、投げ、投げます。よく返した。よく返しました今。まあ、髪も一回噛める。いや、これはスパコン行くのか。スパコン行くのか。行かない。行かない。行かないね。投げられたら負けるんで。そうですね。投げられればありますかね。うわーっと中パンアドよく出した。よく置いてた今の。よくやったな今。いやーっと、これは開幕の中盤アドはでかいぞ。バックジャンプ、後藤はチームのピンチを救う感じですね。いや、いい、おお、ダイヤシ、ダイヤシ、ダイヤシ、うますぎる、うますぎる。ちょっと、ちょ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 、うますぎ、うますぎ、うますぎ。あー、タスマキで OK。 あ、これはもう罪ですね。完璧だったな。後藤さん強くない？強い。何久しぶりとか言ってたの。強いと、強いとは知ってたけど、情報に騙された。何が久しぶりじゃん。びっくりとも喜んでないっていうのはね、もうこれ俺だったらもうはしゃぎまくりですよ。さあ、軍勢対ことはもう数々の歴史を生んできた。ただこれまだ後ろにやばいのが名勝負。これは何としてでもね、ザンギやカット来たよね。そうですね、いや、軍勢対後藤はかなり歴史のある組み合わせ。サクッとこれカット来たよね、ザンギでね、勢いをつけたい。だ、後藤の足払い戦かな。いや、うまい。もう20年以上トップ竜ですからね。そうですよね、名古屋で。さあ、差し込んで、ただお互いね、真空狙ってたか、どうだ、真空打たない。あー、今のは踏み込みたなかったね。2回とも真空打たず、多分話でしょ、ね、あれか、弾きでしょ。足の間合いがうめえな。垂直ノーイゴ出た。さあ、差し返して、いやー、しっかりと安全固めしてるんですけどね。ガードできてますけどね。
もう一遍昇竜拳打つとはね。いやー、足払いが鋭い。後藤強い。ということで後藤が、2人抜いてという感じか。で次が D ブロックの SSS かな。 SSS とカテゴリーセム A。これだって配信全員映すから1回戦も全部流しちゃっていいかな。全員映す、進行間違ってないよ。さあ心も優勝候補チームが来ましたね。割と時間がないんで巻きの感じでやっていただければと思います。8時までね終わらせないといけないんで、もう6時で2時間、多分ベスト8 1時間ですよ多分。一大進行はね、ああそうですね、だからちょっときつい。ビンさんいらっしゃったらこちらまでお願いします。開幕いきなりヌルポワ3段決めて、ユーベガに対してヌルポワくんか。なるほど、そうヌルポワ、はいはいはい、めくり、ああめくり入っちゃった。ああ入っちゃった。これは終わりですね。これをミスる男じゃないんだな。そうですね。ゆうべはな。あれは剣はやっぱりガードじゃなくてなんか出した方がいいんですかね。どうだろう、でも少々流、難しいですね。あ踏まして、これ画面足で S 剣超きついんだよ。超きついしたか。波動拳影響受ける。波動拳強すぎて影響受けるって言いますよね。抜けれねえんだ。で歩いて大勝利とかもあるんで。はい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 。波動拳だ。あ、大勝利、大勝利だったね、出ましたね。大キックにしない、投げた。これは連続がいけず。いやこれは完全に圧倒した感じですね。なんかちょっと納得いってない感じ。なんだなんだ、少々少々が後出なかったんですね。あ繋がんなかったからかな。まあそんなに怒るね、ゆうちゃん勝ったんだからさ。なんか聞こえてますね実況が。いちいち反応してくれるから。長田正月行かない、大将で温存。長田正月対ゆうべがちょっとやばいですね。本日の一大イベントになる可能性が、ね、確かに、うん、長田大将固定なのかな。先ほどもね、なんかちょっと先に、うん、あ、これはしっかりやって、さあ最後でしっかりゲージを貯めてしっかり食らう形ですね。あ、これめくりはいかない、まだゆっくりと立ち回りで勝てるという時間だと見てるのかな。ヘッドプレス強いね。アチコパ、これはなんとか近づきたいですね。投げますか、投げますか。あそこのね、なんか隙をついた動き。まあ、ふたちゃんも笑ってますからね。いやでもね、本当ゆうべがさんと対戦すると分かるんですけど、全く楽させてくれないですよね。うん、油断ができないというか。はい、あ、これはちょっとリーチ、これはさすがに行きたい。さあもう一丁投げて、うん、右、ああ、はい、うわうわ、あよく繋がんなかったな。負けだと思ったんだけど今の。いやあれあれあれですよね、うん、あの後めくりで食らっちゃいますよね。そう、ただこのラウンドはさすがに、まあ、バニシングないんで削りはないんですが、まあ差が分よね一生ね。お前あれだ、しゃがみこば打ってると何もできないんじゃないの。あ、スライディングあるか、削りで。もう難しい、難しいポイント。投げる、投げる、受け身がない、削り切れる。いや、よく投げた今のは。難しいところだね、スライディングもあるからね。そうですよね、だ受け身がないっていうのよくついたよね。さあ伝説の組み合わせ、まあ、こうなるわなっていう、はい、おっと投げてきましたね今。あこれはこれは下段もまたが投げ返す、強気、よく投げました。この中立付きやね、やべんだよ。さあ投げに行かない。あ、これ事故るんでは。投げる、投げる、そう
ユエベガにはね、一度と残しちゃダメなんですよ、殺しきらないと。怖えな、ちょっと中途つき繋がっちゃえべえだろ、繋がっちゃえべえ。さあ、アリテリーはダイキックが差し返しで入ると、あ、逆に行けるように、はい、もう何もできませんみたいな、はい、大パンチと、無情、はいはいと、無情の大パンチ、はいはい、無理無理っつって、おー、あーっと画面端めくり、あー失敗した、ちょっと早かった、これはちょっとユーベアさんピッチか、まあでもまだ一人目なんでね、ガド大キック当たった、この健康一滴ですね、今のはでかいですね、あーうまく逆回って、これはもう終わった、ね、終わったね、3人抜き、しっかり3人抜き、トイレ行く、行くわ、俺と一緒に。さあ切り替えていただきました、こちらは、野口バルログと、本田さん、本田さんのキャビン投げ返しました、これで、さあそして滋賀県さんが座るみたいな感じですかね、残っている大将ですかね、さあさっきバイパーさんがやってるのは見たんで負けてるんで、なるほど、博士が残ってるのかどうかよくわかりませんが、まああのフォークとキャミーでは負けるでしょうね、さあ滋賀県さんもここのとこで体感出て危機迫るプレーしてくれますからね、非常に楽しみ、今のバックジャンプはなかなかいい動き、うおーほー、見てからっぽい、さあ勝ってうまいっつってる、あーこれは高い、ちょっと高いですね、しゃがみ、逆にハドク出ちゃった、あー竜巻、竜巻ツヒット、あれなんか台足竜巻キャンセルとかしないとダメな感じですかね、さあ、うまいぞ、さあ、寺町、寺町、さあ、体力ほぼちょっと剣よりというところですが、あー、爪があっさり回収されたのはちょっと痛い、どう仕掛けていこうすか、うまい、それが出る、うまい、引きつけた、さあ、二択は下段やりつつ無理はしない、うわー、差し返しての投げ、さあ、痛い、これが痛い、剣が損している、しかし波動打つ、さあハイクローもあるが、さあ怖い、どうだ、難しい、時間もない、どうだこれ、逃げるかバルログ、逃げますね、時間がない、波動打って、うんだー、間に合わない、はい、じゃあこの試合が終わったら次に読みますかね、さあ今勝利出なかったっぽい、さあすかして投げて、さあ続けるぞ、あ、出なかった、引っ張りが出なかった、大勝利、高いが下段混ぜる、ね、飛びに行く、出したい、対空、どうだ、どうだ、投げられない、相打ち、うわ相打ちか、ダブル KO、 さあちょっと釣りっぽい行動でしたが、さあ再開するガード、さあ落として、高いが投げる、掴んで、掴んで、今度は行く、掴んで、投げ る、 さあ非常に盛り上がることか、すみません、画面のですね一番の方に切り替えていただいてですね、ちょっと配信の方を優先したいと思います、ごめんなさい、ゲーム画面の方はこちらへ、ありがとうございます、切り替えましょう、さあ紫と文鎮、ですね、ですね、うわー大キック食らって、文鎮が紫を落とす、
悩んでいるということは多分一人中堅が出るんでしょうね。中村さんか小高ということになりますが、まあ、やはり白が残ってる以上ブランカを先にということにはなるのか。どうだ、しかし難しいのはヘイロンですからね。相手はキャラ的には相当きついですが、さあ中村ブランカ文鎮君がすごいですね。いや今のね、成長してますね本当に。ピオラ性素晴らしかったです、うん、あいいタイミング確認しましたね、素晴らしい。うわー、しかも中パンチ一番痛いところ。いや支援も打つ、これは確定してるところはしっかり決めてくるし、ちょっと攻略以上に心折りに来てますね。当て感がいいですね非常に、うん。さあ下段も入って5段お、なぞ大支援が出たか。あっと今多分しゃがみの透かしを狙ったはずなんですが、いや早めがちょっとなんか仕込みがいろいろあったっぽいですが、結果削れましたね。さあ佐藤がどうだ、しかしさあ勢いでここまで減らしたが、あーあー早めがもったいない。じゃあ対空が出ずというところか。ちょっと速さについていけなかったってことですかね、まあ、さあこれは白が いかない、やはり後がガイルなのでということでモミオが出ると。モミオも大人になりましたね。そうですね出会った時は10代でした。あダブライ、さあ今スクリューではなくフラパワーでしたね。立ち台キック、すごい立ち台キック、立ち台系しっかりおついで叩き込んでいく、さあ立ち台キック機能してる。さあどうだ、飛ぶぞ、あーローリング打つか、ダブラリー危ない。さあ今スカシがこれでもうガードもできないか。第一勝ったのはブランカ。さあ中村ブランカ2立て、さあ白は2人がかりでという形になりますね。まあ、割と得意そうなカードだと思いますが白、うん、さあステージが移ってスピードがちょっと普通になりました。さあそうです、ね、上はしっかり出ます。この竜おっと前捨てから投げ台足下までいい選択肢を取ってきました。あと上が取るのって珍しいですね。今の上が通るのはちょっと、うん、意外でしたね。真空打ってうおっ台足噛む噛みつかいにいく。ダイゴス、ダイゴス。さあ足場に波動拳で差し返していく形。昇竜拳ダイゴスして打つだけ。さあ真空も貯めて
いつでも大丈夫だから、ここはさあ今のは多分カラジャンチュアシチュアシローリングというネタ系に行ったような気がします。ちょっと早すぎ、早すぎも早すぎみたいな、罠が匂う早すぎみたいな感じかね。さあここは打たない。さあここは危ない。おっと、見てなかったか。ちょっと上が、今2回は通さんよと。さすがに削りで OK というところ。しゃがみ中盤チェイク、なるほど。さあ秩序開けてないが、あー行く、ハド、ここはしっかり。さあここできました、リュウガイル大将。大将さあここだからもちろん流線超得意なんですが、大会では結構負けてるねイメージもあります。特に一発勝負は、まあ、やっぱり荒らす武器は竜側が持ってるって感じなんですよね。そうなんですよね。おっと投げを間に合わず、投げ返す、思い切ってますね。さあしかし白石君はあんまりそういうことやってこないんで、小高的にはやりやすい相手なのかな。そうですね、投げ返 す, 投げ返す。しかも2回でも受け身がないんで、ちょっと何をやってるか。あー狙っていった。あれはね、あれなんですよ、確かにね、いい狙えるポイントなんですよね。確かにそうですね、リバスペが昇竜とかでも相打ちになるんで。さあちょっとじゃあ2番の方に移していただきましょうか。2番筐体に切り替えお願いできますか。さあハジ DJ とマオバルログ、マオバルログ、これは大事な試合ですね。早出しが早い。さあ今のはしゃがみ大事、あっと確定しますが、投げて投げる、あっ と素直に、逆に素直、内角差し返す、しゃがみ打って、あっと減った、おっと、あ中足の判定が強い。前に歩く、歩きすぎだろ、前に歩く、歩く、歩いちゃやべえ。さあ打っていく、ジャックを打って投げて、あこれはこれもやっちゃったか、ね、ちょっとエアスラが漏れちゃったかなって感じ。あっと前飛び、まさか前ジャンプしちゃう。しかしこっちも足してらですよね。さあ、あーあー、前ジャンプ、え、やばいやばい。まおさん、まあ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 さあじゃあまた戻していただいて、 MP 対後藤、まあ、まだこれも面白いですね。これも熱い試合やってますね。これも面白い。まあどこもブロック決勝だからいいカードになってるに決まってるんですが、さあ開幕ダイエット、非常に MP らしいMP らしい立ち回り。さあとチキアッパー通り過ぎてから出して画面端に追い込むという、うまいですね。確かに、なるほど、そっちの方がいいよ。さあとりあえず出して置き攻め回避、竜巻打っていく、投げて受け身がない、あー食らっている。ここでシンク、この辺ちょっとホカゲやってたんで変な手癖がついてる感じですか、かもしれないですね。超龍拳、後藤君の仕上がりがやばいですね。後藤さん強いんだけど、マジでなんじゃこりゃ。うわしっかりやった、あ、中ヘッドでしたね。中ヘッドは勝利できるんだ、なるほどね。これは削り…あ、削りじゃない、ちょっと…後藤さん強すぎません？なんかすげえ気入ってんな。後藤さんと強すぎるんだけど。さあ、鈴鹿ダルシム、これはダルシム腕の見せ所のカードなんですが、大会だとね、そこそこ竜嫌ですよね。開幕足払い、よく分かってたか、
あっさあここはファイヤーとフレーム見分けられる。狙っていく、おっとキャンセル。今のはファイヤー打つかね。ちょっと怖い連携をやっておりますが、しかしその強気は完全に今のところこれは削りで終わりですね。なんかあの本当胸の膨らみ見て見分けられる説は本当なんですか。いや多分嘘だと思いますあいつはマジフレームの時は竜巻してこねえみたいなやついるんですかね。終わり際を見て判断して打つ打たないを決める人はちゃんといます。なるほどなるほど。ピオラライがすごい連携が来た。まだ分からないぞ。いやこれはそうあれしかないんですけど、ただ決めた後がね、あ、いや苦しい。昇竜当たる。あ、暗い投げ。まさかの暗い投げ。まあ確かにでもね、もう当てた後の真空当てることしか考えてないから、アコアコンボはまず入れてないんですよね。うん、でなんかあ少し。中とかだったらちょっとでした、ね、えっていう話になるんだけどさあさすがにバルドが出てきました。しかし鈴鹿ダルシムかなり今日は動きがいいですね。いい感じ、うん、ダルシムらしく動いてます。テラテラがくっそ減る。おっと前が歩いている。お互いちょっと変わった読み合いをしているか、チャンチュズメ。さすが、おっと、ちょっと安いか。投げて。あっと、なぜか。お、裏に来て。ちょっと面白いネタ。ゲナを混ぜつつ、あっと今のはインフェルノですがピヨっている。結果オーライ。あっとこれはあるぞテラー打っていく。まだテラー食べてたか。あとおーマジこれはあるんじゃないの。テラー打っていく。テラーを打つ。そして分かんねえやつ。あ、今くらい投げできなかったか。おお、ハイクローもある。どうだ。インフェルノ9で今確定勝ちではなかったんですがスラでしたね。さあ4台目、これでかいじゃないですか。よっ、まあそうだけど、ちょっと4代目はここのところね、やっぱダルシムに土をつけられているので。まあ、ブロック決勝なんでね、負けてもいいといえばいいんですが、やはり勝ちたいところ。さあしっかり俺はエスタガ戦は知ってるぞという動きでした。今の開幕の流れの鈴鹿ダルシム。なるほど。さあしかし、おお、打つ打つ。まああれね、うん、この前くらっ4台目もこの前で打ちますね。このギリ届かないところ、感覚の場合はどうせ食らうから入れとけば遅れれば当たるみたいな感じで、そんなリスクないっていう考え方だと思います。この前、いやもうこうなるときついですね、いくらダルシムといえど。相当、しかし対空は完全がある。あーバカに、そこだけは暴れちゃいけないポイント。まあね、投げだと思ったでしょうね。投げもあるんですけど、一回投げさせてもよかったような気がするんですけどね、まあ、受け身ないですからね、そうなんですよ、そこだけなんですよね。だ暴れるんだったら起き上がりに暴れた方がいいんですよ。あの卓の状態になってから暴れるのは良くないですね。さあこういうこと、先ほどの
あーペチったキック、すごいですね。さあ今もね、あのつかみだったんですけど、大P投げだと勝ち確だったんですけど、つかみになったからワンチャンも紛れたかなと思ったんですけど、はい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 、はい、しっかり勝ち切りました。さあこちらは2番に切り替えていただいて、ふたちゃん対野口といった感じ。さあバルログ戦は間違いなく一番うまいでしょう、この竜。こうして見ると強豪と言われるチームが割と順当に上がってる感じですか。真空打って、さあ寺打つ、まだ分からないぞ。しかし爪が拾えない、爪が拾えない、絶対拾わせねえぞというこの意思の感じるバックジャンプ。さあ野口くん行かないといけないと思うんですが、ここでなかなか行かないのはモア勢たるゆう。そしてこれを決めるという。マジか、まだ知らない。さあ3ラウンド目、相打ちだと、おっとハイクロー、ここでハイクロー、バルドが先手を取っていきました。あー、またハイクロー。さあこれはフルヒット確定。さあちょっと高くついた今のハイクロー、早出し、おっと昇龍間に合う、よく出たな今裏張り出ましたね。さあ博士かな、あこれでオルチョさんですかね、の地合い台にサングラスの忘れ物、オルチョかな、オルチョさん、オルチョ戻ってきているのかな、うん、ちょっとじゃあここは預かっておきましょう。あと相変わらずね、スマホの忘れ物預かっておりますよ、よろしくお願いします。あちょっとミスったが、さあ相変わらず2ちゃんはやっぱ先にゲージを貯めるのでこういうことが起きます、はい、さあしかしもう一回貯めるのはちょっと辛そう。すごい勢いで貯めにいっている、貯めにいった、貯めにいってる、貯めたが、おお、ダイゴスがこのヘリ。さあ欲望の竜巻から貯めまくりました。さあ見てから、今のは見てからですね。さあ下段も行く、さあ溜まった、今のはちょっと危なかったぞ。ダイスは強気に行く、勝利権2択で勝利をかけてくる、確定。ちょっと博士の動きが精細なかったかなというところですかね、という気もしますかね。さてここは中部チームのこれで、ブロック決勝まで終わったのかな。さあここでくじ引きタイム、決勝トーナメントのくじ引きですね、2位チームは、4つカードにすで、に貼られる形なんです。